アートを楽しめてようこそ。一緒にベルトモリゾバルコニーの女と子供の世界へ行ってみましょう。モリゾは印象派グループで活躍した女性画家です。この2人はモリゾのお姉さんとその子供とされています。流行のファッションに身を包み、当時のパリ改造で生まれ変わったパリの街並みを眺めているようです。ではこの景色を一緒に見てみましょう。モリゾの自邸のバルコニーからセーヌ川、トロカデロ庭園、金色のドームのアンヴァリットが見えますね。現在ではエッフェル塔も見える位置です。またこちらの作品に描かれているのと同じメーカーのエラール社のピアノを展示しています。会場に設置のリーフレットもぜひお持ち帰りください。ぜひ展示室で印象派の世界を体感してみてください。アーティゾン美術館でお待ちしています。